挑戦みたいなもんじゃないですかね。そうですよね。ですから三沢たちはこれでその、スコアを落とすともうチャンスがなくなりますからね。そうですね。これはもう本当に頑張らない。おーっと、苦戦を制したのは秋山だ。ドロップキック、まだゴングは鳴っていません。さあ、苦戦を制したが逆にやられそうな感じ。いや、秋山まだ負けていない。あー馬場さん、いきなりすごい展開になりました。そうでしたね。まあ、ウィリアムズがね、後ろ投げを秋山にやりましたから、もう日本人チームはもうここでもうですよね、やることなくなりましたよね。その元気もなくなりますしね。さあ、ドロップキック放っていった秋山が大の字になっています。そしてウィリアムスも這うようにして自陣のコーナーに行くのか。4人ともダウン。今三沢立ち上がっています。さあ、のっけからすごい展開になってきました。タッチして三沢が入ります。さあ、三沢攻め時、あーっと、パワースラム、大技、いきなり大技です。すごい展開になってきました。両チームいきなり大技の展開です。あーっと、後ろからラリアット、そしてあー、ことは危ないですよ、もちろんね。ですけどもちゃんと一回転しましたからね。あ、なるほど、前のおでこで受け身を取ってますからね。あ、しかし、まあ、後ろ後ろ頭を打たれると非常に困るんですけども。そうですね。ただ今場外でちょっと喉輪を食ってしまいました。そうですね、こうやって大技を2つも食いましたからね。そして秋山が今場外でダウンしているんです。秋山が完全にダウンです。のっけからデインジャラスバックドロップ食って秋山ダウン。そして青色吐息は三沢ピンチです。エースは蘇っています。ストンピング、この間にウィリアムスは息を整えます。エースが行った、ホールに行く、オータムライカウント2、一瞬おーという声が上がりました。エースがニュートラルコーナー振ってウィリアムスが体を浴びせていく。あ、すごい音だ。ハイキック、あ、体を浴びせて DDT です。前のめり、ミサは前のめり。あー、竹山が飛んできた。危ない、ロングブレイク、ミサワが危ない、ミサワがロッケから危ない。目をつぶっているミサワ、余裕の表情。さあ、ニュートラルコーナーにはウィリアムスがいた。持ち上げて上がって、またハイキック、危ない、正面は、ああ、返した、三沢が捕まる。それでも三沢が捕まる。今度はパワーボムか、いや、返した。三沢チャンス、ああ、ラリアット食った、危ない、奮闘。今秋山が帰ってきた、危ない、パワーボム、ハイリフト、あー、危ない、三沢が危ない、カウント3ギリギリ。馬場さん、ここは三沢耐えどこですね。そうですね、まあここまでね、いろんな大技を食ってるのは慣れてますけども、蘇った秋山、ミサイルキック、秋山大丈夫か。もう今ね、あのロープの上が飛ぶぐらいですから、まあ大丈夫でしょう。大丈夫でしょうかね、はい。さあ、タッチしたいところ、三沢が
秋山にタッチ。ゆっくりと秋山が入った。おお、足と足と、ハイキック食ってしまった。まだ負けない、ジャンピングに。ノーザンライト行くか。ノーザンライト行った。ブリッジ、ブリッジ、ハイブリッジ。おお、ここら辺はアマレス出身。これはもう一度、もう一度、二度目の。ああ、行くか、危ない。エース危ない、カウント2。ノーザンライト。今年全日本に入団した長谷の影が見えます。ノーザンライト、そしてダブルのエルボーだ。ドスンとモンドリ打って倒れました。スティーブ・ウィリアムスハイキック。あ、ミサーもハイキック食ってしまう。ラリアート、エクスプロイダー、いくか、投げられた。エルボー、さあ今度はスープレックスメガネ橋、二重のダブルのジャーマンスープレックスからエルボー、エルボー、今度はエクスプロイダー、いくか、エクスプロイダー、よみがえった秋山、今度はウィリアムズが危ない。このね、攻めは素晴らしいですよね。今年は飛躍しています秋山。エルボー、ここから何を出す、ジャンピングに、今度はランニング、ジャンピングしてのネックブリーカー、ダイビングネックブリーカー。いやー、先ほどまでは押されていたのに今度は形勢逆転ですよ。そうですね、こういうことはやっぱりね、十分、あの休みと言いますかね。危ない、これでウィリアムスに呼吸を整えられると困るんですよね。はいはいはい、さあウィリアムスはどうなっているんでしょうか。よみがえるのか、攻め時です。ああ、まだ立ち上がれない状態。ハイキック、エルボーです。ホールに行く、カウント2、カウント 2.5 の攻防です。コペ飛んだ飛んだ、タイガードライバー、これを一度離して、今度はサイド、タイガードライバー、ダブルのタイガードライバーはカウント3、カウント3決まっています。泉田が捕まっています。かなり長い時間捕まっています。さあ喉を落としに行こうというところ、これは危ないと思ったか。ヘドバット、ダブルチョップ、ダブルの手刀落としていって、さあ木村にタッチできました。ダブルの手刀落としていってハンマーをする、ドロップキック、これですね馬場さん。そうですね、この170キロの体重が宙に浮きました。これはマットが壊れるんじゃないかという感じですね。そして太陽を浴びせて、おお、これはカードを牽制してからボディープレス、いっか、カウント2です。マーソルトのような感じ、体を浴びせていった。あ、ちょっと額のあたりを押さえているぞタウエ、ニュートラルコーナー、セカンドロープのあたりからヘドバットはどうだ、これは自爆、これは自爆です。やっぱり上がるまでに時間がかかりますからね。そうですね、そしてカワダが入ってきます。ここら辺の蹴りは厳しい。あ、つま先が踊る踊る、踊った大演武、あっとガタッと落ちた。キマラが落ちていきます。あ、これも蹴たぐり、蹴っていく、耳のあたりを思いっきり、まだ倒れない。ミドルキック、チョップ、ヘルバット、まだ倒れない、カワダがまだ倒れない。そして泉だ、ボディースラムから、あ、これは2人の技、おっと、これダメか。あ、今度は泉田が無理やり頭をぶつけていきました。ダブルのエルボーというよりは体を浴びせていったという感じ。これはカウント2。泉田が
今度はニュートラルコーナーか。でもスープラトンの技に行くようです。ニュートラルコーナー打点、イズミダーラリアットかわされた。おっと、これはラリアットか、それともネックブリーカーか。ジャンピングネックブリーカーですね。今行きましたかね、馬場さん。元祖ジャイアントネックブリーカー、まあ、今のはね、もう少しあの手に、首に手が巻きつかなきゃいけないんですがね、ええ、ちょっとそこは浅かったですね。浅かったですか、はい。ネックブリーカー、ジャンピングネックブリーカー、ドロップはやや浅かったか。さあ、今度は川田が、雪崩式のブレンバスター行くのか。ブレンバスター、雪崩式。ホールに行く。ホールに行った。カウント3、あ、ダブルカウント2、カウント2。場外は木村が捕まっている。さあ、絞っていくぞ、絞っていくストレッチプラム。これはフォローに入った木村。さあ、混沌としてきました。また場外、さあ、パワーボムいくか、パワーボムか、返すか。ラリオット入っている。ホールいった。カウント2。カウント1。馬場さん頑張ってますね。そうですね。さあ、しかし15分経過で徐々にヒートアップしてきた。ジャンピングして側頭部ハイキックです。これで万事休すか。泉田、国王に錦を飾ることはできませんでした。川田タウエグムが勝ち点13としています。どれにしましても2勝2敗、早くも4失点を喫しております。あーっと、スピンキック、いい形で決まった。さあ、そしてニュートラルコーナー、ジョニーエースがトップロープだ。肩車の体勢、ラリアット、川田俊明、1回転。開始早々消えていくわけにはまいりません。体当たりかました、バック乗った、ジャーマン投げ捨て、上げるか、上がるか、川田、上がった、落とした。ジョニーエースが、エースが間に合った。さあ、ボルテージは最高潮に達している岡山武道館。パワーボムも出しました、ラリアットも出した。ニエルキック、回転キック、もう一発。いやー、今のはモードさん、あ、いい角度で入りました。もう完全にあの側頭部入ったんですよ。カウント3、カウント3、20分になるよ。最後は見事な川田のジャンピングキック。熱くなります。田上、そして秋山潤、ロープに振った、ラリアットかわした、秋山キックもかわしたの、ハイキック。そして三沢、フリーボール、危ない、エプロンから田上明のフリーフォール。ハイキックからラリアットかわした、バックを取った。いや、しかしおーっと、バックドロップと喉の反対かわした、エルボーが田上にも、エルボーかわした、喉は掴んだ、落とした、落とした。秋山カットに入れず、ミサをよく見ています、よく見ている。ハイキックはミサワ、そして秋山順に押し付けていった。挟んだ、抜いた、落とした、投げ捨て、カバー、ドア返しています。エルボーだ、もう一発連打、世界のエクスプロイダー、合体か。かわしています。バックを取った、ジャーマン。さあ、待っていた三沢、バックを取った、ジャーマン、連続ジャーマン。田上、間に合いました。おお、ちょっと目が遠い、視線が遠い、カバーのカーブ、ツーカウント。タイガースープレックスはツーカウント。さあ、ちょっと川田の目が遠い、目が後ろ、リング中央、タイガードライバーから、さあ、連続か、連続タイガードライバー、
違った舞台に立ちたいし。プロレス
チファンの夢がまた一つ叶います。ノーザンライトを引き下げて長谷博士全日本プロレス入団が決定いたしました。長谷選手はフリー参戦ではなく正式に全日本プロレス入団となります。大きな拍手、東京後楽園ホール、ジャイアント馬場とともに今入場してまいりました。長谷博士見参。この度全日本プロレスに入団いたしました長谷博士選手をご紹介します。そもそもファンの皆様のご声援よろしくお願い申し上げます。超異次元タッグ、これがサブになります。スルッとリングの中に入ってまいりました。椅子を持ってきました。この椅子をどうしようというのか使って、おっとリングの中でその踏み合いする、サブが飛んだ飛んだ、おっとこれは誤爆であります。サブが走った、大森に一撃加えて踏み台にして逃げるキック、もう一度いく、これがサブのもう一つの目を必要に、そのまま体を預けた、カウント3、カウント3であります。気をつけなければいけません。さあトップロープに座った状態の小橋、おっと挟み込んでいったフランケンシュタイナー流れ式、サブも青コーナートップロープ、おーと変形のフランケンシュタイナー、よく見ていたサブ、自らもトップロープ、なだれか、なだれか、なだれ式、フランケンシュタイナー、カバーはどうか、見事、サブ、見事な攻撃、きた、正真正銘、藤原義明。試合前の藤原のコメント、全日本プロレスのファンの皆様ごめんなさい、今夜2人ばかり善と有望な若者が消えていきますが悪く思わないでください。殺人予告が飛び出しております。藤原今王道マットに参戦です。さあスタンディング、おーこの辺り脇固め、切れ味抜群、そうですね、早いですね、早いですね、サードロープに腕が届いております。お藤原いかったか、朝子のストッピングに張っていった、張っていった、さあヘッドバット、本田多聞が打っていった、藤原を相手にスリーパーです。足を大きく開いて十分な体勢は朝子悟、おこれは効いているか、藤原義明、藤原ピンチ、藤原義明ピンチ、セカンドロープからラリアットかました、脇がない脇が止めに切って取った、これはどうか、どうか、リングの中央、ギブアップ、ギブアップ、一瞬の切り返し、さすが関節技だろうに藤原見事。誰もプロレスニュース、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。